こんにちは、ハイジーです。さあ、というわけで始まりました、吉本本社に届いた謎の箱を開封してみようのコーナーでございます。差し入れではなくて届くパターンは結構久々のような気もしますが、今回は和歌山の方から送っていただきました、こちらでございます。ででーん、しゃくれるプラネット系 YouTuber ハイジー様じゃないよ。だからこれでしょ、しゃくれるプラネットって。全然似てなくもないよ。悔しいです。蓋をこっちでこう開けまして、はい、中身わかりませんよね。まずはこちら、普通に可愛らしいメモ帳ですよね。あ、これいいじゃないですか。この穴の形相当いいと思いますよ。だってこれをこうしてこう近づけて、この穴から見えてるのは何でしょうかってクイズもできますもんね。これなーにとかできるわけですもんね。これなーにとかできるわけですもんね。いろんな使い道がある手帳だ。これ嬉しい嬉しい。そして続いてこちら、変装ヒゲシールですって。自分の顔はもちろんのこと、スマホとかマグカップとかパソコンにも貼って遊んだりできるやつですね。続いてこちら、腕玉のメモ帳ですね。だから娘向けですよね。本当に気を使っていただきありがとうございます。そしてこちら、フェイスパックですね。これも奥様向けってことですよね。本当に気を使っていただきありがとうございます。こちら出ました。ホッチキスの芯出ました。助かりますよ。うちはもう各部屋にホッチキスが2個ずつくらいありますから、助かります。ただ普通に生活しててオフィスでもない限りホッチキス使うシーンってそうないよね。こちら、ガリガリ君パズルなし、ピースをバラバラにしてガリガリ君の形にするパズルだ。なんか箱物がありますが、これは何でしょうか。うっ、パーマンのティッシュ箱だ。ありがとうございます。これはこの部屋の即戦力アイテムになります。こちら、娘の帽子だ。娘のサイズだよねこれね。あ、梅津和夫さんみたいになっちゃってない。こちら、これも娘向けのやつですよね。最後なんですけれども、嫌な予感はしてるんですけれども、この3つが入ってました。これはね、今ちょっと見えちゃったんですけれども、1個は、くら寿司さんで出てくる多分ね、ワンピースのマスキングテープですね。で、これも実はすごく嬉しいです。はっきり言って僕コレクションしたいと思ってるので。問題はこの2つですよ。もう絶対あれじゃん、もうしゃくれるプラネット系 YouTuber ってもう言っちゃってるから、このカプセルもなんか見覚えありますし、せーの、はい、あれ違う、ちっちゃい、あ、違う、なに、普通にちっちゃいウサギのフィギュア送ってくれたかもしんない。いやいや、ちょっと待って、ちっちゃいから違うフィギュアフェイントで送ってくれたかと思ったら、やっぱそれじゃん。ってことはもうこっちも当然そうです。あれちっちゃい、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 こんなちっちゃいのに顎出てんじゃん。やっぱり何これ、ちっちゃすぎてしゃくれてんのか、こういう形の動物なのかわかんないぐらいの感じになっちゃってんじゃん。本当にありがとうございます。ではちょっと今娘が家に帰ってきたので、このヒゲをつけて登場してすぐに気づいてもらえるのか、ちょっとやってみたいと思います。さあ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 、ほら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 、パパの顔見て、どう、パパの、それじゃなくて、それじゃなくて、パパの顔どう思った、これなんだと思った、どう思った、これ何、誰だよ、わかんないの、これと、そう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 、これとこれは一緒だよね。ただいつもと違う何か目の前にあるのわかるね。これは、はい、ヒゲ、ヒゲよ、ダメと、ダメ、なんで、パパのと、パパのだからそれ、うん、そうなの、はいパパ、はい、パパはこういうひげ生やしてると思ってんのね、普段から。